心に刻みたい人生哲学の話学校に行けない子どもたちからオリンピック選手をはじめとするアスリート企業経営者マネージャー新入社員メンタルサポーターとして20年間にわたり講演研修を行ってきた成田義則が。 今と未来を変える人生哲学の話をお届けします視聴者リスナーからの人生相談にも答えしますこんにちは早川陽平ですえこんにちは成田義則です心に刻みたい人生哲学の話今回もやってまいりました成田さんよろしくお願いしますよろしくお願いします 前回ですね、はいえー、許すことの意味ということでね、自分を許す、そして相手を許すということで、ですねなかなか深いお話をいただきつつ、僕がですね,、えー、ね、やっぱり過去に起きたこと、その許すって基本的にそうだと思うんですけど、その辺の話を、ね、させて、最後の方いただいたときに、成田さんがですね、えー、過去を変えれば未来も変えられるという、うん,ん すすごく過去は変えられななないいいんじゃっっけなっていうですね、はいはい、よくねあの今を変えれば未来が変わるとかねそういう話ありますけど親と思ったところ成田さんがねそれは次回にという話だったので、はいはい、やはりこれは皆さんも聞きたいと思うので過去を変えれば未来が変わるっていうテーマで今日伺いたいと思うんですけどそんなことできるんでしょ 未来が変わる。逆に言うと、過去の見方を変えないと、未来は変わらないということなんです。そうか、こだわり続けてる誰かが許せないと、許せない、恨んでると。これ、恨み続けて、いい未来来ます来ないです。もう時が止まったままです。その人を常に言い訳にしちゃってるわけです。あんなことがなければ私、もっと幸せだったのに、これが言い訳に来てるわけですね。足引っ張っちゃうわけですよ。 過去の見方、あんなことがあったから、うん、私はいろいろ勉強できたと。確かに。あそこから、こんなことも、こんなことも、こんなことも学べたと。例えば、あんないじめにあったことによって、うん、私はいじめられる人の苦しさを本当によくわかることができたと。はい、だから今、カウンセラーになれてると。うん、全部プラスに取るのか。はい あんなことでいじめられて、先生にさえね、うん、差別された。うんはい、もうだから今こんなに苦しいって言ってしまったら、うんうん、もうずっと苦しい人生ですよね。ねうん、ってことは、過去の見方を変えることによって、未来はどんどん良くなるんですよ。うんはい、人生に意味がないことなど、何一つ起こらないというね。うんうんうん これあの、ジュピターという曲知ってますね。はいはい、はいはいはい。平原さん。平原さん。さんね。はい、愛を知るために孤独があるなら、意味のないことなど何もないというね。うんうん、もう全てに意味がある。はい、意味があるんですね。孤独にも意味がある。 うん、だから過去つらい過去、うん、間違ってしまった過去、はい、全部意味があると、うん、過去を変えましょう見方を未来は絶対に変わります、うん、ということですいや本当そうですね、はい、なんかこう過去を変えると未来変わるっていうと一瞬はてなでしたけど過去の見方っていうとすごく腑に落ちて、はい、なんかあの自分自身の経験振り返っても、うん、なんかやっぱりいくつかあるんですよね例えばね、はい、前回もあの少し話しました人にお金を貸す、まあ、成田さんもおっしゃってますけど借りる貸すは 過去の痛い借りたことはないですけど貸したことはあってやっぱ痛い失敗してたりとかあと何か仕事を頼まれた時でも当初 やっぱり頼まれると嬉しいじゃないですか,だから何でもかんでも受けちゃって安請け合いして後で痛い目に遭ったりとかだから借りるか,か借りるかすもそうだし安請け合いしないとか目先より長いスパンで見るとかなんか自分の中でいくつか教訓があるんですよねだから教訓っていうとちょっと硬いかもしれないですけどその過去の痛かった失敗をやっぱりどう捉えるかっていうので全然変わっていくるし実際本当に過去のあの体験があったから今って変わりますよねみ、うんな。ですから全部 過去起こったことは意味のないことなど何一つないと全部プラスの意味があるという見方で過去を見てほしいんですね。うんうん、そしたらば絶対未来は変わるんですよところがずっと過去にね引っ張られて過去を引きずってああって後悔のねばっかりであると未来は変わらないんでやっぱりまず過去から変えないと未来は変わらないという。 これねすごく深いですすよねねそうでで、ね、これ、うん、でもちょっと逆説的かもしれませんけど、うん、過去の見方を変えるっていう意味では今で話で腑に落ちるんですけど、はい、やっぱり個人的にはですけど痛い思いした場合は、うん、過去を、えー、と忘れないってことも大事かなと思ってその感情は捨ててもいいと思うんですけど、うん、例えばさっきの話戻っちゃいますけど安い気合して失敗した仕事とかねあったとしたら。 人間って意外と少なくても僕は愚かなんで喉元すぎればあんなに300万も失敗したのにとかってあって意外と忘れるじゃないですか、うん、それはいい意味でも悪い、ねはいはい、なのでそういうのを僕なんかは自分の中でやっぱりそういうことを紙に書き出して過去の教訓メモみたいのがあってとにかく安請け合いしないとか,なんかそういうのをやっぱ書いて忘れないようにしてるんですよそうしないと何かチャンスがチャンスというか例えば仕事の話があった時目先例えばすごいなんかお金がたくさんもらえるとかあってもう待てよとなんか過去この時に ちょっと引っかかったことがあって仕事しちゃったりやっぱり最終的にはうまくいかなかったなっていうそのなんだろうなあのやっぱりナディさんがおっしゃる本質とは全くずれないんですけど過去は、えー、過去の見方を変えるってことではそのタイプによると思うんですけどやっぱり忘れないように持っとくことっていうのは未来のために大事かなと思うんですよねそのネガティブな感情はいらないと思うんですけどもう理想像の中に入れちゃえばいいんですよね。ああそううですねうん,うん、うん もう常に理想像の中に、はい、例えば安受け合いはしないとうそういった形で、うんえー、自分で戒めておけばいいと思うんですね。 まあ本当に過去を変えれば未来が変変わる、うん、過去を変えなければ未来が変わらないっていうのもね、うん、もうすごく大事なキーワードだと思いますねうんうん、うん。これ前回の続きにもなるかもしれないんですけど、はい、まあ前回「許す」っていうところにかなりフォーカスしましたけど、うん、過去の見方を変えれば未来が変わるっていう意味だと思うのでそれは基本的に過去の何かネガティブなものに対する見方を変えればっていうことでいいんですかつまりその逆に過去のポジティブな ここととを何かかかまた未来に生すなんってポジティブなことは変える必要何もないです。要はネガティブなこと。やっぱりそこですね。心に引っかかってる恨みとか、辛みとか、そういったマイナスと思える過去は全部プラスに変える。いわゆる見方を変えてプラスにする。意味がある学びだと全部変えていくということですね。はい その過去のポジティブな体験経験っていうのは基本的にそのままでいいと思うんですけど自信にすすればいいで,すですよね、はい、ただややもすると、まあ、僕なんかもそうですけど、うん、過去の成功体験自信にするっていう意味ではいいんですけど、うん、まあネガティブちょっとシンキングもあるので、うん、それで過信しすぎて逆にまた失敗したこともあるそれをまた生かせばいいってことだと思うんですけどいわゆるちょっと今自信ってことが出てきたんで伺いたんですけどその自信と過信の境目ってどこにあるんですか自、ね、信 <laughs> と 過信の境目ですか。うんうん、難しいですね。常に気をつけてるんですけど、それでもやっぱり、うん、ああ、これ過信してたらみたいなこともあると思うので、うん、なんかその辺のヒントってなんかあるかな。やっぱり自信と過信って紙一重なので、うん、常に慎重でなければならないっていうのは間違いないですよね。ですから、自信があることも、よりチェックをするという。はい 大丈夫なのか本当に大丈夫なのかっていう、はいはい、この慎重さは常に持ち合わせれば過信につながらいいと思います、ねうん、そういう意味では成田さんが、ね、あの以前もお話しされていたように、うん、やっぱ人の聞く耳を持つというのも大事ですよね、はい、つまり何か一緒に仕事する時でもプライベートでもやっぱり自分でこうというものがあったとしても、うん、誰かからなんか相談したり意見をもらうことによってそういう意味でもやっぱ過信を防ぐというのはででできそううななな気がしますすよよねんん過信とい油断なるほど。 だから、油断しなきゃいいんで、かはい、だからより慎重に、うん、いわゆる自信があることも慎重にチェックする。これさえ心がけてれば、過信はなくなるという。そうか、じゃあ、当然ですけど、自信は持っていいんですね。もちろんもちろん。持った上でキープするために最善油断が禁物ということですよね。油断は禁物ということですね。なるほど。はい、これちなみに、あの、今日のテーマで、その、過去を。 の見方を変えれば未来を変えるってことですけど、はいうん、本当にケースバイケースだと思うんですけど過去って言っても遠い過去から何かネガティブなことが起きた直後の過去、はい、例えば昨日あった過去、はい、その辺ってやっぱり時間がねあの人の感情を沈めるるっってのはやっぱり多かれ少なかれあると思うんですよ直ちに昨日起きたすごいこととかっていうのはなかなかあの例えば許せないとか、うん、今日のお話を聞いても。 難しいというか正直あるのかなとひねくれ者の僕としては思うんですけどそういう意味ではこう今すぐにはなかなか思えないっていう人に何かヒントはありますかすごい前の過去も、うん、昨日の過去も同じで、うん、考え方見方を変えると変わってきますからやっぱり直後のことでもいけるんですねいけますいけますうん、うん、全然それはもうさあ次みたいな,なんか思考になるんですかっていうか自分でそうする、うん、そうするように、うん、もう自分で決意するしかないですよね、うん、やっぱり決意 うん、うん、そしてそれを繰り返していくことによって、そういうことがやっぱり自然と少しずつできるようになるっていうとなです、ね。いや、もう、これも訓練ですよね。うんうん、そういう常に癖をつけて。うんうん、そういう考え方をする癖をつけておけば、瞬時にできるよう、うん、最初から無理ですよ。いや、無理ですよね、うん。最初から無理ですけど、<laughs> はい、常にそれを事あれごとに意識して。やっていると、だん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 できるようになる。これもトレーニングですよね。そうですね。はい、まあ、でも、そういえ一番それを実践されてきた方だと思うので。まあ、改めてこの番組でも、今まで <laughs> たくさん個人。<laughs> 失敗してきたとおっしゃってますけど、はい、あのほじくり出すようで恐縮ですけど成田さんの中で今ここで最後にねあの視聴者の方になんかシェアできる成田さんご自身が過去の,その見方を変えることで未来変わったってなんか話せる範囲でなかいますかいやもう全部ですよ、うん、もう山ほど、うん、もうですから分かったつもりでやったら全然分かってなかったみたいなね例えば健康は大事なんて言ってましたもん自分も。うんうん、ところが本当に分か、うん 本当の意味で健康大事って分かってなかったんで、うん、気がついたら体ボロボロにして、はい、あの病気をして、はい、でも本当に後悔先にたんですね。うん、本当にもう自分が病気をして、うん、えー、健康って本当にお金よりも何よりも、人生で一番大事だって、病気しないと気づかなかったのかっていう、うん、口では言ってたんですよ。うん、でも、じゃそれを本当に理解して、それを、 病気にならない、自分が防げる病気は防げなきゃいけないん。んですね。防げないね、えー。もう病気もありますよね。自然とどっかに。はい、例えば何かができてしまうとかっていうのはありますから。うんうん、でも防げるものは防げなきゃいけない。うん、そのためには、例えば年に2回は歯医者さんに行く,、うん、行くとかね。うん、年に1回は、 もしくはできれば半年に一回は血液検査をして全部一回ちゃんと調べるとか、毎日血圧をチェックするとか、まあそういったね、筋肉量とか、まあいろんな形でチェックできる項目っていっぱいありますよね。まあそういったことはしっかりやっぱりやっていかなきゃいけないよということは本当に皆さんに伝えていきたいし、もうとにかく人生のまず、えまず何よりも大事なのは、自分の体は借り物だと。 もうこれはね考え方ですよ何が事実かってのは分かりませんけども考え方としてはねサムシンググレーと村上和夫先生がおっしゃってましたけど何か偉大なものね神様からの借り物だと体は必ず死ぬ時に返さなきゃいけないのできちっと使えなきゃいけないよっていうような自分勝手にしない思いをねやっぱりちゃんとちっちゃい頃から学んで考えとかないと。 いや本当に粗末にする人は多いと思いますようん、うん、自分も含めてね、はい、もう本当にこれ後悔先に立たずですよ、うん、いやまさにねもう本当に100万一件にしかず一丁にしかずということで最後に成田さんに例を挙げて頂い,いて本当に過去の見方を変えて、うん、未来に今生かしてるっていうのがすごい伝わってたそうですだから自分のね過去はあんなことしてもう病気になっちゃったのはバカだって言って、はい、自分を責めてばっかりいたら苦しいばっかりですけど、うんすね、私はそれを学ぶことによって、うん メッセンジャーとして、そうですね。うん。一人でも多くの人が僕みたいにならないように、うん、ね。本当に健康ってあるうちからまだまだ、きちっと考えないとダメで、うん、考えるだけじゃダメで、チェックすることね。そうですね。もうん、これの大切さ。はい、だからお医者様は病気に治しに行くところではなくて、うん、チェックしに行くと。そうですね。病気を治すのは食だったり、はい、運動だったり。 考え方だったりいね、うんはい、まあまずそっちをちゃんとやることによって病気を治していくというね、うんはい、こういった考え方に切り替えていただければなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今回はですね、過去を変えれば未来が変わる。はい、過去の見方をね、はい、変えれば未来が変わるということで成田さんにお話をいただきました。はい、さあこの番組では皆様から成田さんへのご質問ご感想を募集しております。えー、詳しくは概要欄をご覧ください。そしてこの番組が文字でもお読みいただけます。 詳しくは概要欄の方をご覧ください無料のニュースレターをご購読いただければ文字をお読みいただけますのでぜひこちらでまた予習復習復習です、ね、していただけたらと思います。